はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはスダマリレイシオンかな。これなんか2回ぐらい発売延期みたいな気がするんだけど、今回出るみたいですね。これは人と地味の織りなす物語っていうのかな。地味猛獣の地味だよね多分これ。はい、ということでちょっと見ていくと、2020年1月25日発売予定。はい、アバウト。雪女や座敷わらしなどのあやかしとともに怪異に挑む謎解きスクロールアドベンチャー。どういうこと？うん、恋愛アドベンチャーかと思ってた妖怪、謎解きアドベンチャーを完全新作シナリオでお届けします。主人公と一緒に学園で起こる事件に隠された真実にたどり着いてください。横スクロール、スクロールってどういうことだよな。横スクロールで昼と夜の学園を探索しよう。あー、そういうことか。事件を中心にシナリオは進んでいきます。仲間にしたあやかしの特殊能力で怪異の妨害に立ち向かいましょう。トワイライトシンドロームとか、ああいうようなイメージなのかな、横スクロールでっていうの。でもまああれはあれでストーリーだけだからな。会話、こういうことかな。で、こうか。会話やアイテム探しでキーワードを調査しよう。調査パートではキャラクターとの会話やアイテム収集によって事件を、受験の真相かな、書いてね、読めね、真相に迫りますな、多分。あらすじ。鬼の巣地で結ばれる、奇妙な縁。これは人と、あ、スダマって読むんだ。これ、チミじゃないんだ。スダマの織りなす物語。なるほどね。日本海へほど近く、四方を山に囲まれた盆地の、田舎町、鬼節町。そこからさらに奥へ進むと、もっと田舎の集落、工房がある。今日2023年4月6日は、工房唯一の学校、工房、慶城学園高等部の入学式の日。何をもってこの過疎地に開校したのか、誰も知らないまま10周年を迎えた学園に一人の新入生がやってきた。タラーン。というか、はい。あれ？工房へ帰りなさい。母の遺言に従い都会から引っ越してきた彼には、幼い頃ここで住んでいた記憶があった。今更戻ってくる意味も意義もなかったが、新たな出会いと懐かしい出会いが彼を騒がしい学園七不思議、聖戦の沼へと引きずり込む。慶城学園高等部にはまだ学校の七不思議が存在していなかった。鬼の巣地で結ばれる奇妙な縁、これは人とスダマの織りなす物語。スダマって呼ばなきゃいけないの。スダマね、スダマ。スダマ。え、この二人が人とスダマなの？わかってない。まだ何もわかってないんだけど。そのキャラクターだよな、問題は。ベニジロ。これもこれで不思議な名前だな。世に溢れる不自然な縁を切ることができる。縁切りバサミを持つ15歳の美少女。思い込みの激しい性格をしており、人の話をあまり聞こうとしない。反面責任感があり義理堅く、付き合ってみると意外に面倒見が良い。とある事情で、これは あやかり縁なのかな、には、幾度となく絡むことになるが、彼のことは中途半端な存在として好ましく思っていない。これがプレイヤーのキャラクターなのかな。ちょっと待って、先輩、これか、これが主人公か。あ、主人公あったあった、あやかり縁。なるほど。だからこのメインビジュアルの
まあ主人、あ、これ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 、発売延期の神だ。いや、それ見ないようにしてたのに。ということで、まあ、横スクロールと会話調査うんぬんってところがポイントで、であとはこういうキャラクターがいて、だからこのメイン主人公になってプレイヤーとこの辺のキャラクターと絡んでいくんだけど、この、ベニジロっていうのが主なメインキャラ、主なメインキャラ、まあ、メインキャラなんだろうな。はい、ということで限定版があるのかな、完全生産限定版っていうのがあるんで、これをちょっと見てみると、うん、まあ通常版のソフトが入って、あとサウンドトラックとシチュエーションドラマ CD と、B2 タペストリーのセットになってて、これが通、まあいいや、ちょっとこれで価格を見てみましょう。はい、通常、あ、違うな、完全、違う、通常版が5478円税込みで、完全生産限定版が1978円税込みなので、まあ5000円、倍だね、倍だね、倍。なるほど。で、スイッチと PS4 で出るということですね。はい、になっています。という感じですね。まあなので、そうね、恋愛ゲームだと思ってた。あ、でもホラー系のなんかこういう作りのゲームってあんまり最近見ない気がするから、ちょっと見た感じ、そのホラー系のノリがどのぐらいこうグロテスクな感じになるかっていうのはちょっと分かんなかったんだけど、あるのかな。ビジュアルとしてないな。ないね。はい。ないんだよ。なんかそのビジュアル的な恐怖とかがどのぐらいこうね、心理的なものとかがこう見えてくるかってよくわかんないんだけど、でもセロ C だからそんなにこうなんかザワザワした感じではないような気もするよね。なので、なんかちょっとそのアドベンチャー、なんか要はテキストアドベンチャーじゃないアドベンチャー遊びたい人にはなんかちょっと気にしてもいいタイトルなのかなっていうふうに個人的には思いました。はい。